ダニエラ・ピネダはアメリカ合衆国生まれの女優、作家、コメディアン。メキシコ系アメリカ人のダニエラはカリフォルニア州イーストベイエリアで育った。ミルズ大学で社会学と放送ジャーナリズムを専攻し、卒業後はサンフランシスコのラジオ局で働いたが不景気で仕事がなく別の道を探しホラー映画の脚本家やプロデューサーを目指してニューヨークに移住。 自身で制作出演し、YouTube にアップしていた動画が、タレントマネージャーの目に留まり、女優業に転身。ドラマ、ホームランドで、女優デビューした。2013年1月、アメリカの CW シリーズ、オリジナルズのシーズン1エピソード20で、魔女のソフィー役に起用されたことが発表された。このエピソードは、ニューオーリンズのフレンチクオーターを舞台にした。 ザ・オリジナルを中心としたシリーズの裏パイロット版となる可能性があった。ザ・オリジナルのシーズン1は2013年10月15日に初放送される予定だったが、後に2013年10月3日に変更された。2013年10月10日、CW は同シリーズの追加脚本3本を発注したが、ピネダのキャラクターが殺されたため番組から外された。ダニエラは その後、アメリカン、オデッセイとザデエットアーに出演した。2018年、ダニエラは、ジュラシックワールド、炎の王国に、ジア・ロドリゲス役で出演した。その後2019年に、ダニエラは、マイク・ケリー・ゲガンのネットフリックスアンソロジー・スリラー、ホワット・イセフ選択の連鎖に、キャシディバレット役で出演した。 2019年3月にネットフリックスで配信されたホラー映画マーシー・ブラックでは15年ぶりに精神科病棟から退院したばかりの主人公マリナ・ヘスを演じている。2019年4月にはカウボーイ・ビバップシリーズの実写版でフェイ・バレンタイン役に起用された。ありがとうございます。